ということで、今ねイオンに来ているので、今からお出かけしたいと思います。今日から夏だです、ね、初日からね。でもちゃんと宿題やったでしょ、今日の分。やりました、はい、作文半分まで終わらせました。すごい。はい、じゃあね、まあちょっとそんな長い時間じゃないんですけど、ちょっとイオンでプラプラね、はい、まあちょっともう買いたいものもあるんだよね。まずはこちらです。そうですね。まずは無印良品。やっと無印来た。化粧品と、はい、化粧品っていうか、あ、そうですね、スキンケア用品を買いたいと思います。はい、行きましょう。化粧水がないんでね。そうだよね。しっとりタイプはまだこの辺まであるの。うん。でもうそのまま見てないもんこれ。じゃあこっち買ったらナイフを買う。こっちの方がいいんだ。しっとりタイプ使ったことないんだよね。高保湿がいいのね。そうそう。じゃあそれを買いましょう。洗顔料も欲しい。うん。どうしようね。これももうない？もうない。どっちでも大きい方でもいい。オッケーですよ。さあ、もうニキビのさクリームもなくなってきてるの。欲があったけどこうあると思う。1回、2回か。無印。お目当てはこれだから。そうだね。無印でお目当てはこの2つね。はいはい。買っていきたいと思います。はい。いちごがめっちゃ美味しそう。あ、これ見て。すごくない？わあ。今抹茶流行ってるよね、時期的にじゃない？ね、あのスタバのいちごのやつが飲みたい。でもすぐ売り切れんだよね。コーストがあるよ。あるから言ったな。あ、そういうこと？そう。昨日もさ、しーちゃんがダンスの時にさ、スタバ見たらさ、もう売り切れになってて、いちごのやつ。なんか人気すぎて多分午前中とかにいつも売り切れちゃうらしくて。でも今日多いか。わかんない。ここはどうか。ちょっと後で見てみようかな。見てみましょうか。はい、じゃあ行ってきました、無印。はい、まあちょっといろいろね、他にも買ったので、はい、またね、紹介したいと思います。はい、次は本屋でも本屋です。そうね、うん、今月のね、お小遣いがね、うん、もうなくてね。もう使えるお金ないの？本買えないの？悲しそう。やばくない？何しに行くの？一応チェックだけしに行くの？チェックして、もし欲しいのがあったら、8月分の。ああ、8月分を前倒しして使う。なるほど。じゃあ行ってみよう。けど8月ってさ、どうしても消えてくる。しょうがないよ。好きじゃん。しょうがないよ。まあ仕方ないよね。8月ぐらいね、ちょっとオーバーしてもいいよね。そうね。じゃあ行きましょう。はい。漫画じゃないじゃん。小説。ね。最近またハニワの曲聴いてばっかり。いや、欲しいんだけどね。まあお小遣いと相談だよね。欲しいんだけどね。このね、漫画のね、440円の高いの。200円ぐらい高いの。そうなの。600円ぐらいするの。600円なのね。あ、そうなんだ。小説高いんだね、漫画。だから。本当にもう半年ぐらい前から欲しいと思ってるんだけど、なかなか手が出ないね。なかなか買えないけどね。すごい山盛りじゃない？すごいよね。やば。すごいね。映画とアニメでも爆売れだよ、爆売れ。爆売れだね。今映画やってるもんね。東京リベンジャーズですね。私未だにね、通り火が東漫かね、どっちで略すかわからないんだけど、なんかね、まんじってね、なんか抜けちゃってるんだって今。本当だ、抜けてるよね。昔なんかここにあるじゃん、まんじ。漫画は東漫っていう人が多くて、映画とかアニメとかは通り火っていうの。映画とかアニメなんかまんじついてないのだよね。だからじゃない？だからどっちで略すかわからないと思ってるんだけど。わあ、すごい。しーちゃんでも漫画集めてないんでしょ？映画はね、見に行くけどね。映画とアニメ見てて、漫画手まだ出せてなくてさ、これだよ、やっぱり。これだよ。あ、お金の問題ね。これがたくさんあったらもう、そこも爆買いする。漫画は一冊も持ってない？うん。22巻か。うん。あれ、配置変わった？この辺かな？もう売り切れちゃったかな？のぐりラーメンを見つけたので、のぐりラーメンを買っていきます。夏休みだしね。どうしていいの？だってしーちゃんとかあんま食べないじゃん。どうせ食べるとしたらパパとママ。リミは？リミもね、最近食べないのよね。あ、そうなんだ。3つかなと思ってる。ないね。多分お目当てのはない。ん？そう、カレーパン塗るとなんかカレーパンになるみたいな。塗るカレーパン的な。なんかこういうさ、ケースに入ってるの、こういうなんか。ないね。なさそうです。あ、すいません。あ、そうそう、こういう感じの入れ物に入ってる。こういう感じ。これだ、これじゃない？あ、これこれこれ。入荷までしばらくお待ちください。そうだ、これこれこれ。人気商品のためお客様以降よ。しかもないね。ないよ。入荷までしばらくお待ちくださいって書いてある。いつものとそう、これ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 をね、いつも探しに来るんだけど会ったことがない。毎回毎回。見て、かわいい。すごくないこれ？はい、ということでね。じゃん、ストロベリーフラペチーノ。これママが飲みたくて買いました。はい、しおちゃんとねちょっとシェアして親子なので飲みたいと思います。はい、ママこれ昨日も見たんだけど、昨日行ったとこで売り切れてて買えなくて、結構売り切れてるんだよね、夕方とか行くと。よかったね、あって。なので今日はねたまたま来たらまだあったので、はい、初めて飲みたいと思います。はい、じゃあどうぞ先に飲んでください。はい。美味しそうだね。美味しそうでしょ。うん、いいよね。はい。どうですか。美味しい。美味しいよね。めっちゃイチゴだ。美味しいこれ。そう、めっちゃイチゴなんだよ。すごい美味しそう。じゃあママもいただきたいと思います。半額で70%オフだよ。ね。けど絶対このパンよね。絶対ある。同じ服がこの服があったんです。じゃーん、ここで買った服あるでしょ。どうする、入る？でもさ、レジ行くときにさ、店員さんにこの服でさお願いしますって、もう常連みたいになっちゃってるこのあったあるじゃん。ママレジ行ってね。私は見るじゃん。これこれこれ全く一緒。見てこれ恥ずかしい。いける。やば。はい。待って、でもこれもさ、このカバンもあそこだ。そうだよ、このカバンもだよ。恥ずかしくなって逃げてまいりました。結局。そうなるよね、やっぱね。なっちゃうね。しょうがないね。見たかったけどよ。残念残念。残念残念。店員さんがさ、めっちゃなんか見ててさ。そりゃでも目立つよね、この洋服着てたら。めっちゃ店内空いてたしね。しょうがない。もう無理だった。ね。はい、じゃあいつものここ寄ります。はい。ここもよ、最近よく来るね。めっちゃよく来るね。ね。え、ま超最新なんだけど。一重奥二重用マスカラだって。すごいじゃん。すごいマジでしごい手あげないで。あ、すごい。これ持ってなかった？一重二重用のこれ買わなかったっけ？買ったよね、ロフトかなんかで。買わなかった？違うっけ？あ、これ買ったよね。じゃあそれと合わせて使ったらいいのかなね。あ、これ私そう買ったよね。これパッケージ変わったから一瞬分かんなかった。これもこれ買っただよね。これこそここがピンクでね、前買ったなと思って。パッケージ変わったんだね。ね、変わったんだね。買ったよ、これ買ったよね。ちょっと買ってみようかな。撮ってるんだよ。やばいよ、しーちゃん。やばいね。やばいよ。スタバに買ったもの忘れちゃいました。あの袋。やばい。黒いバッグ。椅子にかけといたんだけど、ちょっと急ぐよ。やばい。やばいやばい。あるかな。ありました。よかった。無事でした。中身も無事でした。ちゃんとね、椅子にかかったままだったね。はい。きっと場所取ってると思われてたかも。ご迷惑かけてすみません。何これ。潰れてないなんかペットボトル。潰さないでくれる。お上品に飲んで。はい、帰ります。